おはようございます。マークティーです。今日はですね、昨日のコメントでアバルト、これからね、夏に向けてどんな準備がとか何を注意したらとかいうご質問があったので早速ですね、それはすごい助かるネタだなということで新しく買った方で、これから夏初迎える方とかね、まあこれから夏過ぎていく前に、夏が来る前にですね、何を注意したらいいかという点を考えてみました。でですね、夏前に準備気をつけることっていうことを考えた時に、まあ7個ぐらいかな、7個ちょっと上げてみました。1番目がエアコンですね。2番目が、まあ夏これから暑くなるのでどう室内を守るか、サンシェードとかですね。3番目が、ガラスフィルム、まあちょっと私ガラスフィルムフロント貼ってるんですが、そういったものの紹介で、4番目が、まあ室内のね、暑くなるところがどんなものがあるんだろうかっていうところがありますので、4番目にその辺の紹介、5番目に、まあ燃料を入れるときに、ガソリン関係でね、夏はどうするかっていう簡単なご紹介、6番目ですね、6番目が、まあ、オイル交換ですね。で7番目が、まあ昨今多い自然災害どうするかっていうようなところの、簡単なご紹介をしたいと思います。でまず最初にエアコンなんですけど、エアコンガスが、まあ、シリーズ3と4で、変わりましたということは、まあ、皆さんご存知かと思うんですが、シリーズ3、僕のはこの一般的に言われる 134A なんですね。この 134A っていうのは、まあ、昔のタイプで、最近出てくる新車はもう 134A ではなくなってますよね。あの 1234YF っていうやつですか。で1234の YF っていうのはフロンガスが、まあ、500分の1だかなんかで、大気開放してもいいと言われているタイプですが、この 134A はガスを回収しないと基本的にはフロンガスが大気圏に出るとダメよというタイプのものですね。で、まあ、エアコンガスを補充したりとかあとする際に、まあここにねエアコンガスの補充のポイントがあるんですが、ここに緩めるとあるんですね、こうやってね。なんですけど、これは 1234YF は、ここの形状が違っていて、134A は入らないようになっています。で 134A のシリーズ3はガスの補充がすごく安いんですけど、 1234YF はものすごい高いですね、未だに、多分ね1万円前後するんじゃないかな、安いとこでも8000ぐらいで、 134A は自分で DIY でねホースのカップラー買ってきて、缶を入れて、まあ大体 2,3000 円であれば DIY でもできるんですけど、1234YF のシリーズ4、今の現行型ね、こうフェイスリフトって言われてるタイプに乗ってる方、2015年仕様以降ですねに乗ってる方は残念ながらこの 134A は使えないので、ガスの補充は非常に高いと。であと潤滑剤で和光頭脳とかでこのエアコンのパワーを上げるというか、エアコンの潤滑をね、まあ 134A専用なので残念ながら使えないですね。で今私の知ってる限り 1234YF のそういったものはエアコンをパワーアップするような缶は売ってないですね。どっちかというと、まあ、ただ循環するというだけの交換というのばっかりですね。まあ、なのでちょっとそこは高いですが、 1234YF の方でエアコンが効きにくくなってきたら、まあ、覚悟してお店に行くしかないなと思います。
まあ、DIY でも最近 1234YF のカープラーも出てきてますし、缶も8000円とか1万円ぐらいで出てきてるので、まあ、DIY もやってできなくはないんだと思いますけど、まあ、そういったところですね。でこの間私壊れたところでお金がかかったところないって言いましたけど、実は1箇所ありました。このエアコンの配管、ここの下でそこからガス漏れが実はあったことがあって、今その後去年かな、ドクターリークというのを注入しました。でドクターリークは、蛍光剤入り の、 このつなぎ目の漏れてるところを塞いでくれる液体で、その後、まあエアコンここねごっそり交換したら4万円ぐらい配管かかると言われたんですが、今のところ漏れてない感じです。まあ今年ねシリーズ3が今私ので2014年に買ってるのでもう6年目になるんですが、まあ6年目、経った時にこれからまた漏れがあるのかどうかっていうところですね。今のところ一度塞がってたのでもう漏れることはないと思うんですけど、ちょっと分かんないですね。まあまた蛍光ライト当ててみると今シーズンもいけそうかどうかは分かると思います。次に酸性銅なんですが、僕はねこういった安いのを使ってます。これ、通販で2枚で980円だったんですが、なぜか1個売りはなくて2枚売りを買いましたが、2個でこういったのを使っています。こういった形で酸性銅として、まあここにね吸盤ついてたんですけど、吸盤つけると跡がついちゃうので僕は吸盤つけてないですね。でサンシェードを押したら日よけでこう折ってホールドするタイプですね。でこれとかあと純正でね高いこういう曲げるやつ、それがありますね。であれは黒と、シルバーがありますね。黒はバルトでシルバーがフィアットですけど、僕は圧倒的にフィアットの純正シルバーをおすすめします。黒い夏に黒い T シャツ着てると暑いのと同じで、黒いサンシェードは熱を吸収するので日差しは避けるですけど中の温度がものすごく上がるだけですね。で僕はこれ選んでるのは白なので、白は基本的に熱を反射しますので、基本的に太陽光が来ても中にこもる熱が少なくなります。黒を使うと黒でどん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 室内が熱くなるだけなので熱を吸収してね、まあ実験黒い T シャツと白い T シャツ着て夏炎天下に立てばすぐ違いが分かると思うんですけど、まあそれと同じことが起きますので、まあ基本的に黒よりもシルバーとか白、ね、光を反射するサンシェードをおすすめします。次にご紹介するのがこのサンシェードですね。こちらは車検対応です。で、ここのね全体のパーセント、この黒いここからここの黒い縁までのこの長さでの割合でね、基本的に車検が通るのと、あと濃さも車検が通ります。で一応ここにね僕車検証貼ってあるんですけど、車検証が見えないぐらい濃いですね。であとここにこうカメラがあって、ここにレーザーのセンサーがあるんですけど、基本的にこれは車検が通ります。これがですね車検通すための保安基準証明書ですね。こういった形でここのね自分で書くんですけど、680ミリに対して 20% 以内の135ミリで、実測値670ミリで 20% 以内の133ミリということで、ちゃんと通っています。で車検の際に、これを添付して、出すというと検査員がこれを見て、あ、はい、OK ですねという形になります。次にですね室内の暑さ熱、まあ実際走ってて暑いと思うんですけど、まあ、さっき紹介したサンシェードのここの光フィルムが、まあ、かなり直射日光で真上から来た太陽を防いでくれると
いうので、まあ、シフトノブとかステアリングが熱くなると思うんですけど、かなりあのフロントガラスの光で低減されます。ただ、それを貼ってないとね、シフトノブ、特にマニュアル車、シフトノブアルミなんかでできているとアルミはものすごく熱くなって、もう素手じゃ触れないぐらい熱くなります。でステアリングも純正の位置はもっとステアリングが外っていうかメーターに近いですよね。なので太陽光に当たった時にものすごく熱いですね。まあ、純正のステアリングと純正のシフトノブの際に僕はあのフィルム貼ったんですけど、あのフィルムでもだいぶ軽減しました。でなおかつステアリングをこっちにずらしてシフトノブもいただいた、これプラスチックなのかな、あまり熱くならないタイプですねになってるので、まあ、夏の暑さとしてはそこが重要かなと思います。次は、このガソリンね、ガソリンタンク、まあ、簡単にみんな今セルフで入れる方が多いと思うんですけど、これガソリン入れる際に、今ガソリンが安いからって言ってギリギリまで絶対入れない方がいいです。もうガソリンはもうガーって入れてて一回ガンってロックしたところで必ず止めた方がいいですね。もうね、特にアバルトはガソリンタンクからここまでが短いので吹きます。ケチってね、僕も峠行く時にギリギリまで入れて行ったことがあるんですけど、やっぱりしっかりロックしててもここからプシャーって出ることがありますので、コーナー左とかに曲がった時にね、まあ、なので入れすぎは注意ですね。まあ、夏は特にね、吹き出しますので、まあ、僕ガソリンスタンドで昔、20歳前後の頃4年間ぐらい働いてましたけど、ここね、結構夏吹いちゃってくるお客さんがいますので、まあ、夏は少なめに入れるというのが基本ですね。次エンジンオイルですね。まあエンジンオイルとかラジエーターとか、まあいろいろ夏これから来る前に気をつけなきゃいけないのがまずエンジンオイルですよね。でオイルはもう、3000キロで僕は交換しています。でオイルの量なんですけど、まあこれがね不思議なんですよね。ユーザーマニュアル、まあ、買った時についてる黒いケースの中に入ってるあれに入ってる書いてあるオイルの量と、あとアバルトの整備マニュアルに書いてあるオイルの量が違うんです。で本当にユーザーマニュアルのあのオイル量は正しいのかなっていつも思うんですね。であれが 2.9 とか 2.7 とか書いてあるんですけど、それだけで入れてもこれの、大体ねこう見るゲージの下ぐらいにしかいかないんです、僕のエンジンだと。まあ、他の人だと上まで行くのか分かんないんですけど、でディーラーでやってもディーラーもやっぱり 3.45 リッター入れるんですね。でフィルター交換すると 3.7 リッターで、僕も同じことやってます。でなんでかっていうと、ちゃんとアバルトの整備マニュアルにはそう書いてあるんです。なのに黒い日本語のあれには 2.7 とかね書いてあるんですけど、僕あれねどう見てもね間違ってるとしか思えない僕には。であと小細工でご紹介なのが、ここのねオーリング、これは僕はシングルを2個に変えています。なんで変えたかっていうと、これシングルだけだと純正シングルなんですが、それだと緩いんですよ。ここでこうはめた時にね、ここが最後のロックが緩いんで、ここを僕はきつくするために、この2個のロックに変えていますね。最後になりますけど、もうこればっかりはどうにもならない最近の自然災害、水没、あとは、雹、そういった時に、まあ、どう防ぐかですけど、雹はね本当最近怖いですよね。でアバルトのこのボディって結構柔らかいんで簡単にへこむんですよ、雹とかで。何年か前にディーラーで雹に振られたことがあって、たまたま僕のは中に入ってたから良かったんですけど、外にあった、ディーラー車のやつはもう結構デントができちゃいましたね。
で、デントはもう本当光で見ないと分かんないぐらいなちっちゃいものから大きな氷が降ってくると、まあ、肉眼で見ても分かるようなものもあるんですけど、天井のデントリペアするだけで大体まあ氷のデントリペアって言ったら10万ぐらいするんじゃないですかね。まあ、あの自然災害、特に水害はあの全損になる率が、難しいんですね。中に入ってエンジンの中まで入れば全損になりますけど、基本的に入ってないで床上浸水、まあ、中が泥だらけになったぐらいだと基本的に全損にはならないと思います。ただ、かからなくなったりとか売れなくなったりとかしますよね。で、あとよくテレビでこうバシャバシャってなってる中走る人いるじゃないですか。あれね、アバルトで絶対の上です。アバルトで、クラッチ関連とか特にそうですけど、まあ、水が入るようになるので、まあ、抜く穴もあるんですけど、そういったところにも入っちゃいますし、基本的に車高が低いですから、前の、でっかい目の車が行ったからって一緒についていくと、まあ、間違いなく水没しますよね、アバルトは。なのでアバルト乗ってる方は基本的にあんまりそういう夕立が降りそうな時とかは、なるべく乗らない方が僕はいいと思いますし、まあ、出先でね氷が降ってきたりとか、降りそうだとかもう、常にヤフーの天気図見てね、危ないなと思ったらもう帰るか、もしくは屋根付き駐車場に逃げていくか、まあ、そういったことをしておかないと、渋滞中にねダーって氷が降ってきたりとかしたら、まあ、大変ですし、こう高架走ってたらもう高架下にこう行かざるを得ないみたいなところってありますよね。で、後ろから車来てるからもう行くしかないみたいな感じで行っちゃうと、まあ、車間違いなく行っちゃいますのでお気をつけください。まあ、夏を迎えるにあたって気をつけなきゃいけないこと、繰り返すと、エアコン、夏は、これからエアコン入れますけど、シリーズ4は1234なので134のシリーズ3とは違いますよ、だから気をつけてくださいねっていうことが1つ目。で、2つ目ね、2つ目はサンシェード、黒を選ぶと温度をね吸収するので、中が炎天下に置いておくと中が余計熱くなると思います。なので白とかシルバーを選ぶといいと思います。で、3番目が、ガラスフィルムの紹介でした。これマジでおすすめですね。これのフィルムは本当僕はいいと思います。楽天でね確か5000円ぐらいで売ってたと思います。後でリンク貼っておきますね。で、4番目が中のねシフトノブとかステアリング、そういった時は熱いです。あとアルミのねシフトノブなんですが、注意点が1点忘れてました。シリーズ4のシフトノブは接着されていて外れないそうです。まあ、外してね無理やりやって根元が折れたなんていう人がいましたけど、どうやら接着されているということです。で、シリーズ3は簡単に外せますけどね。で、5番目としてはガソリンの入れすぎですね。これはもう安いからといって入れすぎない。で、6番目はオイル交換、まあ、3000キロ夏は交換した方がいいですね。特にターボ車なんで、もうターボ車でこういった昔タイプのエンジンなので、まあ、3000キロで交換した方が僕はおすすめです。7番目最後は、まあ、自然災害、氷が降ったりとか水没は気をつけましょうと。で、氷なんか、まあ、カバー、結構5層とか6層のカバーがありますけど、まあ、青空駐車の方も夏そういった氷が降る時とかはカバーだけでだいぶ軽減しますので、ショックがね、カバーがあるとないでは全然違いますから、めんどくさくても夏の、氷が降りそうなシーズンとかねはカバーをしておいた方が青空駐車の場合はいいと思いますね。まあ、今日は昨日コメントいただいた夏これからアバルトで迎えるのにあたって、どんな準備をしたらいいかという場合のご紹介でした。まあ、あんまり参考にならないかもしれないですが、まあ、僕が5年乗っていろいろ思ったのは、そういったことです。それではまたよろしくお願いします。じゃあバイバイ。